那覇にやってまいりました。今日は那覇にやってきてます。天気こんな感じ、ちょっと見えるかな。日本最先端の駅、ユイレール那覇空港ね、こんな感じで。よし、行きましょう。うわやばいね、天気がめちゃんこいいです。さあ、ユイレール発車しました。ここはなんかスタジアムがありますね。スタジアム、野球場。さあさあ、今はあざと駅に着きました。天気めっちゃいいです。ちょっとタクシーを今から拾って、国場ですね、お逆行、国場に今から行きます。あ、タクシーいたね。あ、ご飯中か。タクシーに乗車しました。こっから何分ぐらいですか？15分かかるかかからんかぐらい。 ありがとうございます。観光ですか？はい、神奈川県から。いつまでいるの？3泊4日なので24に帰ります。あ、今日来たばっかりですか？はい。はい、国場のスーマヌメさんの前にやってまいりました。いい感じだね、なんか沖縄っぽくて。さあ、やってまいりました、スーマヌメ。これがスペシャルそばですね。で、これがフーチバ、フーチバで、ジューシー、こんな感じのおそばを今からいただきます。うわ、これ肉、三枚肉と、これが手びちで、これがソーキですね。この3種類のお肉が入っているのがスペシャルそば、一番人気。いただきます。クワッチーサビラ、沖縄の言葉でいただきますはクワッチーサビラというそうです。どうですか？スープあっさりしてて美味しい。お肉を食べてみます。お肉いただきます。お肉も美味しい、柔らかい。これはうまい。骨付きソーキ、
柔らかくてうまいっす。唐辛子、これなんて言うんだっけ、コーレーグース、コーレーグース、コーレーグースをちょっと足して、これやばい、これトゥルントゥルンっすよ、これトゥルントゥルン、あった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 、ヘビッチ、これ見てください、トゥルントゥルンっす。いただきます。こちらがジューシーです。スーマヌメおすすめです。今スーマヌメから県庁前までね、タクシーに乗って、今これ国際通りの入り口なんですけど、やってまいりました。でここから、ホテルの方にね、歩いていきたいと思います。こんな感じで沖縄の景色をね、楽しみながら僕と一緒に散歩動画って感じですね。沖縄銀行、さあ国道に出てきまして、ちょっとね、国道の車の走る音がかなり入っちゃってるかもしれないですけど、今日は、今ねホテルを目指していて、那覇西2丁目かな、住所でいうとこのホテルまで今歩いてます。沖縄はね、僕好きでね、毎年来てるんですけど、去年はコロナでちょっと来れなかったんで、まあ、2年ぶりになりますね。どうしても腰痛を持っていたり、首にヘルニアを持っていたりというね、もうおっさん体型なので、どうしても関東地方の冬は厳しいよね。やはり冬場になると痛くなるっていうね、ので、夏場はね、そう調子がいいんですけど、やっぱ沖縄来たら痛み引きましたもんね。そう、不思議な現象、低気圧 VS 痛みっていうねところなんですが、でね、このなんかね、こうのんびりした感じもね、いいですね。なんか東京みたいな都会風ではあるんだけれども、やっぱりのんびりしてるよね。でタクシーの運転手さんとかとも話してもすごくのんびりしてるね。せっかしてないですね。まあ別に東京をディスしてるわけではないですよ。東京には東京の良さ、神奈川県には神奈川県のね良さがあるんで、そこはね、否定しませんが、ちょっとこれは階段登った方がいいのかな。旭橋駅の方が近かったみたいだね。ちょっと県庁前で降りちゃったんだけど、まあのんびりねこう歩くっていうのも目的だったのでちょうどいいです。どうしてもね、僕は神奈川県の三浦郡っていうところで生まれ育ったんですけど、めちゃくちゃ田舎で、まあなんとなく沖縄に雰囲気はね似てるんですが、やっぱでもこの県庁近くになると、ね、ここ国際通りからも歩いて今5分10分のところなんだけど、やっぱお店がねいっぱいあるっていうのがね特徴的で楽しい街だなと思います。まあ東京都内行けばね、そんなねお店はいっぱいあるんだけれども、まあ、神奈川県は、ね、そうだな、やっぱ横浜とかね、あとはまあ藤沢とかでも、まあ平塚とかでも駅前だけだよね。沖縄はちょっと外れたところでもこうなんか
活かしたお店があるっていうか、ね、そういう感じがするけどね、僕は。沖縄製粉工場がありますね。じゃあ天気いいな。これってヤシの木かな、ね、南国。なんかちょっと横須賀に似てるね、平成町。横須賀の平成町に似た感じですね。やっぱ同じアメリカ軍の基地があるっていう町同士、建物とかこう作りが似てるのかな。ああ勝手な僕の推測ですが。お、あそこに、あそこ球場だ。そこは球場だね。多分あそこでジャイアンツの選手とかがキャンプやるとこじゃないかな。結構遠いね。ね、ちょっと遠すぎた。遠いね。うん、ちょっと、うん、まあ、初めてね泊まるホテルなんですけど、ちょっと遠かったな、国際通りから。いつもは国際通り近辺もう面したホテルとかその辺に泊まるんですが、まあ、あと茶壇とか宜野湾の方に泊まるときはレンタカーを借りたり、ね、しますけど、今回はちょっと泊まったことのないようなホテルを探していて、ちょっと外れの方にね、宿を取るんですが、意外にも国際通りから遠かったですね。いつも沖縄来ると国際通りを中心に歩き回って飲んだり食ったりお土産買ったりして、拠点を国際通りっていう風にしてるんで、ちょっと今回ちょっと国際通りから結構離れてますね、うん、まあそれはそれでね、新しい発見もあるんで面白いなとは思うんですけど、うん、まあやっぱ沖縄ね、旅行来るなら車の免許を持ってる人は車をね借りた方がいいんでしょうけど、まあ、僕は今車全く免許持ってるんだけど乗ってなくて、もうね首も痛いのでちょっと車の運転あんまりできないんですけど、こう歩いてね見たり、公共のバスやね、ユイレール、公共の乗り物を乗ることによって、こう街をねこうゆっくり感じることができるっていうね、それが魅力ですね、この徒歩の。車だとどうしてもね、こう景色は流れていってしまうんでね。なので徒歩で旅するっていうのもなかなかおすすめです。これ今本木じゃねえや、那覇の埠頭の近辺なんですけど、ようやくホテルに着きます。今日泊まるホテルがこちらね。レンブランドスタイルというホテルです。なかなか遠かったな。このホテルに3日間お世話になります。なかなか信号変わんないな。よし、よいしょ。今回はあの国のその旅行支援みたいなのがあって 40% 割引になったので、まあ半額まではいかなかったんですけど、JAL の航空機とホテル付きで2人で5万円ぐらいです。5万円だったっけ、5万5千でね、だ かなりね、3泊で沖縄で5万5千だから、で JAL 付きなので結構安くね来ることができました。というわけでこちらね、入ってみよいしょ。暑い、だいぶ汗かきましたけど、こんな感じで、カメラを回しております。それではまた。